奥能登国際芸術祭は今月4日に開幕し、まん延防止等重点措置の間は屋外作品を中心に公開する方針でした。その後政府がまん延防止措置を今月30日まで延長。奥能登国際芸術祭の実行委員会は、公開が絞られている屋内作品を十分に鑑賞してもらうことができるよう会期の延長を検討していました。その結果、当初の来月24日までから1、2週間程度会期を延長する方針を固めました。実行委員会は今月末にも延長する幅を最終判断することにしています。奥能登国際芸術祭には国内外から多くのアーティストが参加し、珠洲市の歴史や風景に溶け込んだ作品を体感することができます。